寿司も食べたいな、ここで今度。お寿司ね、個人的に千葉から来てくるわけ。個人的に来ます。でも、うん、でも今日本当通り通って、うん、あ、こんななんだって本当に思いました。だから、うん、だから、母さん今どこですか。お前、いるねえだろ。いや、今言わせようと思ったんですよ。よくいるんだよ、そうやって。お前んちだってあそこ曲がってあれじゃんとか。そうですよね。言えばれすんだろ、お前。何枚にするんですか。やかましい。まあ、でも中野って、のんべんにとってはすごいいい街。こういうなんかお店から、いわゆるメジャーっていうか、チェーン店もいっぱいあるし。うん。お前、飲みが足りねえな。いただきます。はい。少し。飲んでくださいよ。飲んだ。飲める。カズさん飲むんだったら。なんで俺日本酒カズさん飲むんだって。お前が神経質じゃなかったら一口だけもらって。あ、全然神経質じゃないです。どっちかっていうと好きな方です。そういう方がちょっとずつこうやめろ、気持ち悪いよお前。ちょっとずつ食べたくないですか。なんかいろんなもちょっとずつ飲みたいとかないですか。そういうのちょっとずつ食べたいということで、ここの店に詳しい人間をちょっと呼ぼうかな。あ、そうですね。はい、このお店の関係者です。関係者です。関係者さんですね。おっす。はい。カズさん、お久しぶりです。おっす。お久しぶり。いらっしゃいませ、カウント様。気持ち悪いよ、お前。いらっしゃいませ。どうも、はじめまして。はじめまして。さっきからもういい匂いがプンプンとしてたんで、ちょっと、味でずっと飲んでました。なんだそれ。あ、白子です、カズさん、好きでしょ。おーや。お前食える白子。苦手。ちょっとチャレンジしてみようかなっていうふうに。そして14台。あ、おうち銘柄酒にこだわってるんで、ぜひ14台飲んでいただきたいなと思って持ってまいりました。どっから手に入れてるんですか。秘密です。裏ルートです。あ、失礼いたします。じゃあ、もつ煮をちょっといただきながら。あ、おいおい、ありがとう。川本結構酔っ払ってきません。川本様、毎度失礼いたします。すいません、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。今俺出そうかな。カズさんの方がいいだろうなと思って。はい、ではお久しぶりということで。はい、いらっしゃいませ、はい、ようこそ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。あ、飲みやす。おいしい、おいしくないですか。おいしい、めっちゃおいしいですよね。これはうまいですね。で、こいつもともと千夏は、はい、千夏さん、夏木プロっていう事務所の後輩だった。あ、カズさんが最初に入った夏木プロダクションの、うん、あ、じゃあ女優さん。女優とあとレポーターの仕事とか。あとね、お前演歌歌ってたよな。演歌歌ってました。一曲あの演歌、あの CD 出しました。出して当時はキャピカピで、あら、もうあらって失礼なんですよ。何年ぐらい。だからもう今48なんで。もう48か。そうなるわな。やばい、本当にあの当時は本当19、20歳でカズさんにも本当に可愛がっていただいて、宇梶さんとかそれこそね、レコさんとかみんなで、飲みに行くとき必ずお誘いしてくださって。そうだから、お母さんがお店をやってて、中野のあっちで、それで兄貴とか宇梶さんとか、うん、みんなでその店に飲み行ったんですよ。そっから全然そういうになったの、ね、うん、お祭りがあって、うん、焼き鳥屋さんが開いてて入ったの。はい、でそこの焼き鳥屋さんも美味しくて、はい、ここうまいねって言ったらここの系列だ。なんか視線感じるなと思ったらここら辺にこいつがいて、カズさん、おお、何お前って、もう十何年ぶりだよな。はい、そうです、うん、まあそこまでだったら別にそこまでなんだよね、うんうんうん、小沢ひとしの YouTube チャンネルで、はい、鈴木さんが紹介するお店って言って、うん、中華料理屋に浅草の、うん、なんか遠いところまで行って、うん、本当にこじんまりとした、そうなんかもう精肉場みたいな、そう、本当に絶対普通来ないだろうなっていうところですよね。来ないっていうような入り口のところに、うん、こう入ってってここで収録してたの、うん、そしたらなんかこっちをチロチロ見てるやつがいいなと思ってこいつの、そうなんですよ、こっちですよ、びっくりしたのは、うん、なんでここにいるんですか、カズさん、ひとしさんみたいな、沢さんみたいな、沢さんと昔ディアウーマンっていうドラマでご一緒させていただいて、うん、はい、不思議でしょ、不思議ですね。でもなんかその間だって全く空白があったわけですね。もう芸能界も全然やめてるんで、うん、もう芸能の界のお友達とも全然もう疎遠で、もう全く連絡も取らず、あ、それも力も使わずにこう全然
玉のこしだよ。玉のこしだよ。あーじゃねえ。うるせえな。まあ、なんかいろいろ教育とかやってるでしょ。あの現場には出ないんですけれども、まあ、あの新人の教育とかスタッフの、うん、あの指導とかとお料理新メニュー考えたりとかメニュー書いて、おすすめを皆さんに提供するとかスタッフにこう今日おすすめこれにしてとか。じゃあこのパチパチさんが今メインという。全然自慢じゃないんですよ。全然自慢じゃないんですけど、うん、まあ、中野に17店舗ございます。めっちゃ自慢だよ。ございます。でも17店舗。そうなんです、ね、17店舗、はい。こいつね、お子様あれで食べてやめた方がいいよ、お前。やめてください。すごい新鮮なんで、食べれない方でもいいですか。食べたことないです。この14台は、これはうまい。うまい。これ食べれる。マジ、うん、ポン酢とよく合わせると美味しいよ。これは美味しい。大人の食べ物を知ったって感じです。そう、あの白子苦手な方でもうちの白子食べると食べれるようになったとか結構聞くんですよ。そして夜元気になって。そうなんです。カン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 、お前がやれ。俺さっきダメだって言ったじゃないですか。おすすめなんかある？はい、もちろんもつ煮が名物なんですけど。食べた、美味しかった。はい。お刺身とか食べていただきたいですね。新鮮な毎日、あの新鮮なお刺身が入ってくるんで、それをもう朝さばいて、うん、あと直前にさばいて盛り付けるんで、うん、普段お寿司じゃないですか。お刺身も下で食べれるんですか。食べります、もちろんです。食べれるし、うん、普段2階はお寿司なんですけれども、1階でもお寿司食べたい方は注文していただければ。あ、最高じゃん。まあ、じゃあ組み具合とか。それではカズさん、はい、お刺身でございます。すごいの来た。はい、説明します。つぶ貝、マグロ、ウニのせ、タコ、うん、カツオ、中トロ、ハマチ、ハマチなんだっけ、ブリ、ブリ、ブリです。ブリか。はい、どうぞ。すごっ。マウロ。うん、うまい。おいしいですか。マグロおいしい。やったー。じゃあ、 あのお若い頃カズさんとは会われてるわけですか。はい、その時は どんな感じだったか。カズさんめちゃくちゃ優しかったですね。やらしかった。やらしくもありましたけど。ちょっとお前に1回でもあったからやらしい。カズさん覚えてるのは、うん、若い時に何もしないから添い寝だけしてって言って1回なんか彼女に振られたかなんかで寂しい思いしてる時にありました。で大爆笑したことがあったんですけど。でもそれはねちょっとあります、うん、男の人はね気分はわかります、うん、なんか何もしないんだよ。そう、本当に何もしない。そこがダメなんだよね。そういうのもしなかったけど何もしないの本当に。そうね。したっけよ。しない。しないだろ。しないで。すいません。トイレ。トイレ我慢してなんだ。お前何かと思ったら俺も行きたかったのに。母さん今年還暦になるじゃないですか。うん。記念とかっていうのはまあ別にそれあれなんですけど、うん、一発自分で主演で監督でやろうとかと思わないんですか。主演で監督はしない。しない。うん。やっぱり自分を粗末にするんだよね。ああ。他の人間に対して、うん、いいように撮ろうとか、うん、ここはすごく考えるんだけど、自分の時はじゃあテスト、あい一発、OK、あいあいあい、本番。僕も最近あんまりこう出ない方で作る方が多いんですけど、うん、その言い方悪いですけど人気者とか V シネマというか、うん、でも僕あのもともとそっちじゃないのでちょっと入らせてもらったりとかやってる中で、うん、ここでちゃんとできたら多分怖いもんないだろうなっていう世界というふうには思ってたんですよ。対応力とか、うん、例えば予想もないだろうスピード感とか、うん、でもしっかりやるとか生き残ってきたって言ったらちょっとおかしいんですけど、節目に自分でなんかビッとやるって言わないとなかなかできない時代でもあるじゃないですか、うん、で今できる時代でもあるとは思うんですよ、うん、和田さん今監督っていうのが結構大きいんですけど、なんかこうビシッとした役者として何がビシッとしたのか分かんないですよ、うん、それはヒューマンなのか任侠なのか、うん、何かは分からないですけど、で僕自身の悩みでもあるんですけど、そういうのはないのかなっていうのは、これは僕自身に対して言ってるようにこう言いたいみたいな。お前めんどくせえな。ええー、もう俺ねよくめんどくさいって言われる。お前に言ってるように俺の心境を語るってどういうんだ。いやなんか
そういうの見てみたいなと思うわけですよ。だいたい言いたいことは分かったけど、うんうん、60になって何で力をこの業界で手に入れられるっていうことは、うん、映画として賞を取ること。だからそういう部分でまず海外の映画祭で賞を取りたい。俺の今目標としていることはそれなんです、うん、役所を犠牲にしてるわけじゃないけど、うん、頭はなんかいろんなことを勉強するっていう方向性のベクトルに変わってるから、プラス俺が一番自信あるもので、何でもできるんだよ、うん、何にも怖くねえから、うんうんうん、それはなんか分かるような気がします、うん、はい。羞恥心も何も役者としてはない、うんうん、要はあの見せて恥ずかしいものはないぜっていう、うん、あとなんか格好つけるわけでもねえし、うんはい、なんか格好つけてなくても、うんうん、かっこいいって映ればいいだけで、うん、その計算もしてないの、うん、だってかっこよく映ることなんかみんな知ってるから、うん、ここの要素決めたらバーンってかっこいいんだろうなって思う要素さえ抑える、うん、最近それすらもしてない、うん、無形なんだよね俺って、うんうん、基本ガズさんがあのまあこう言ってはあれなんですけど若い頃ってあったわけじゃないですか。ガズさんの支援のこれだっていうのは、うん、まあまあそれがガズさんが望んだものかどうかわかんないけど、うん、なんかできそうな気がするとか、それを自らなんかこうやるっていうのはもうないのかなっていうのはちょっと思ったりとかしたんですよね。うん、自らはないね。求められる人間になることが俺らの一番の大事なことだ。結局そこが一番なのかなと思う。はいはい、それに関して今もう60を迎える男が。何でどうこうって言ったらまず世界の映画祭で賞を取る、うん、それが一番の強みになると思う、うんうん、みんながすがる世界だけど、うん、役者って、うん、みんなが一生懸命バイトでも何にしようがすがる世界だけど、うんうん、これだけは決めてる、うん、老害になったら俺は役者辞める、うん、100% 辞める。この業界から身を去る、うん、そういう立場になった時にはもう辞めなきゃいけないなってで腹くくることも40代ぐらいの時にそういう先輩たち見てきた時に、うん、これダメだ、うん、こういうもので若い人間たちに迷惑かけちゃダメだ。無理してやってるんじゃなくて、うん、だからカズさんでも前にジム行ったりとかしてるじゃないですか、うん、俺なんかもう朝行ってもうビール飲むか飲まないかの戦いだけなんですよ。でも言ってるだろお前チョコさん。チョコさんって言ってるけど無理やりじゃないですよ、うん、毎日できてることとかやらなきゃいけないことっていうのが我々の世界にも絶対にあるわけで、うん、それは毎日本番があるわけじゃないじゃないですか、うん、そんなあの劇団四季さんとかじゃない限りは劇団四季に行くよ。だから僕ね劇団四季今からいや50超えて本当にね劇団四季こういったあれなんですけど劇団四季は本当に日本一の劇団だと思ってますから僕は。そうなの思ってます。やっぱり日本一の劇団はやっぱり劇団四季だと思います。始まった、はい、やばいふりをした、はい、それはディズニーランド好きな方がなんで劇団四季を否定するんですか。お前ディズニーと四季は違う。いやいや俺はディズニーランド何が面白いのか全然わかんないですもん。お前は人間か。人間ですよ。息子ができて息子と一緒に二人で行った時は息子が楽しんでる姿を見て必死なんか楽しかったんですよ。息子がもう俺とかを頼らずにあの彼女とかで行くようになってから別に楽しくないです。そこ殺す目で見ないでくださいよ。もうそういうとこだよお前のダメなとこって。そうなんですか、うん、その夢の世界に全うできない。はい、おかわりちょうだい。まあちょっと話それましたけど、うん、お前のそれがさマニアックすぎんだよね、うん、本当酔っ払ったなてめえ。あ本当に。いやこんなになんかあんまり言うことないんですけど僕酔っ払ったら結構言うらしいんですよ。昔これは使えないと思うんですけど、言ったらしいんですよ。お前バカ大酔っ払いたいからだね今回は。そろそろ締めるぞ。あ、わかりました。お前言いたいこと最後にないのか。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本当にあの美味しいお食事と、うん、ガズさんとこうやって話させていただいたのも初めてぐらいなので、うん、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました、うん、はい、これが放送するかどうかわかりませんが。いや放送するよ。あ、僕もこれで仕事がなくなるんだろうなと思いながらやってます。
そういうとこはちゃんとカットするから大丈夫。あの本当にありがとうございます。おっカズさんもありがとうございます。おっありがとう。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで呂律の回らない酔っ払いの回でした。ありがとうございました。さよなら。